ちは、書評家のみゆかほです。今回は感想文の書き方についておしゃべりしようと思います。いや、私はですね、書評家っていうのをやっているのもあって、こう、読書感想文とか、レビューとか、どうやったら面白く書けるのかっていうのに聞かれることが割とあるんですよ。で、まぁ、ちょっとまぁ、お役に立てればいいかなと思って、今回は感想文の書き方についておしゃべりしようと思っています。私が思う、まあ、小説なり、あと映画とか、まあ、舞台なり、音楽なり、好きなものについて語るときに、特に大事に自分的にしていることなんですけれどもですね。まず、一つ目は大事にしているのは、まとめようとしないということです。結構これ私的に大事かなと思っていて、例えば、まあ一冊の本を、紹介するとか感想を書くってなったときに、やってしまいがちなのが、本の内容をふわっと感想を言いそうになることなんですね。例えば、なんかちょっとまあ例がないと分かりづらいと思うので、この戦時の音楽っていうレベッカ・マカイさんの本、めちゃめちゃ私去年読んでよかったと思う短編集なんですけど、このじゃあ小説についてなんか感想文書こうってなると、例えばこの戦時の音楽っていう小説は全体的にとっても文章が美しくて、で場面展開も面白くて、さらに作者の発想もすごくて、みたいなことを言ってると、いまいちその魅力、小説の魅力が何かわからなくて、結構ふわっとしがちだなってすごく思うんですよ。で、そうなった時にやっぱり大事だなって思うのが、この本のどこが良かったのかを細かく言うことだと思うんですね。例えば、まあ、このキャラが良かった、このセリフが良かった、この場面が良かったっていう、本当に細かい自分の萌えポイントを言うっていうのが結構大事だと私は思うんですね。例えばこの戦時の音楽の中だったら、まあ、短編集なんですけど、ある短編が特にめちゃめちゃ良くて、それがどういう短編かっていうと、バッハが自分の家に、普通の、まあ、OL さんの、家にやってきて、で、その OL さんはバッハと共同生活をするんだけれども、バッハって音楽家のバッハですよ。だけれども、そのバッハの子供を見ごろ、もろうと、バッハに、まあ、色仕掛けをかけるみたいな小説があって、バッハが転生ってその時点でなんじゃそりゃなのに、そのバッハと子供を作ろうと思うって結構発想がぶっ飛んでて面白いなと思うんですけど、それを結構いい小説に書いてて面白って思いながら私は読んだんですけど、まあ、そういう風にこう一短編だけ紹介するとなんか全体的に文章がすごく良かったとか言われるよりもなんだその場面面白そうだな、そこの場面を読みたくてこの本買おうかなとかちょっと思ったりするじゃないですか多分。なのでこういう風なまあ小説なり映画なりこう全体的な感想を言おうとせずに自分のお気に入りの細部について語ろうとすることっていうのは結構まずは大事かなというふうに思っています。で、それがまあコツの一つ目で、もう一つ目はですね、まあ感想文を書いてていまいち自分が何が言いたいのか分かんなくなった時に使える、まあ自分的にコツだと思ってることなんですけど、それは何かっていうと、困った時にはなぜっていうのを使うっていう私のまあちょっとした裏技です。これなぜっていうのは結構まあいろんな文章を書くときに使えるなと私は思ってて、例えばもう何でもいいからとにかくその感想を書くものについてなんでだろうって思うところを一つだけ作ってみるんですね。例えばこの小説だったら、この小説はまあ一見ただの普通の短編集に思えるけれども、実はなんか音楽だったりあと創作だったりそういう芸術的なものを全体的に扱っていると。じゃあなんで作者は全体的にその創作とか芸術ってものを題材にしたんだろうっていうふうにまあ感想文を書き出していくと、こういうストーリーがあってこういう短編がある、実はここに共通するのは何かみたいな話ができるじゃないですか。そうなると、あ、これってそのいろんな、まあ、創作なり演奏なりのこう才能とか、あとその自分の能力をどうやって向き合うかって話を集めてるんだっていうふうなことがなんとなく答えとして出来上がると、もう
一つの感想文になるじゃないですか。問いかけをね。まあ別にその全体的なテーマについての問いかけじゃなくても、なんでこの主人公はこんな行動したんだろうとか、あとまあなんでこんなセリフがこの作者から出てきたんだろうとか、そういうふうに何でもいいからとりあえず問いを作ってみると、感想文がぐっとこう、かっこよくなるというか、良さげな感想文に私は見えるなと思うし、で、なんか自分の中でこうすごく感想文として書きやすくもなるなと思うので、ちょっと迷った時に問いを作ってみるっていうのは一つおすすめです。で、それが二つ目でしょ。で、三つ目はですね、まあ、感想文の私は役割の一つに、まあ、作者にはやっぱりできない、読者だけができること、本とかだったら、で、何かなって考えたときに、その作品に文脈を与えることだと思うんですよ。なので、三つ目のコツはですね、文脈を与えてみるっていうコツです。で、文脈っていうとちょっと難しい言い方になっちゃうかもなんですけれども、例えば、この戦時の音楽が、どういう作品の流れがあって、この作品が生まれたのかを考えてみる。例えば、今までも、ま、音楽をめぐる短編集はいろいろあった。こういう作品とか、こういう作品とか、こういう作品があった。でも、その作品たちと、この戦時の音楽が違うところは、こんなにユーモアを持って、笑える小説で、かつ才能を扱った小説は存在しないとか。例えば、この戦時の音楽は、いろんな、ま、短編集が入ってるけれども、その、短編集の中でも戦争っていうテーマをこんだけ素敵に面白く扱ったのはこの小説が初めてだとか、まあ、そういうなんか今までのこう小説の流れだったり、あとまあこの作者の書いてきた、私まあ、レベカ・マカイさん、この戦時の音楽は初めて読んだ人なので、ちょっと前作がどうだったかとかは語れないんですけれども、まあ読んでる人とかだったら、レベカ・マカイは今までこういう小説を書いてきた。で、その文脈で考えると、戦時の音楽はこういうところが良かったっていうふうに言うとかね。まあ、小説じゃなくても、例えば、まあ、映画とかだったら、今まで、まあ、ファンタジー映画っていうと、ロード・オブ・ザ・リングとか、ハリー・ポッターとか、いろんな作品があった。で、その作品の文脈の中で、この映画はファンタジー映画として、どこが新しいのかとか、どこが素晴らしいのかを語ってみるとか、まあ、そういうふうに、こう、文脈を与えることって、で、やっぱり私読者とか鑑賞者にしかできないことだなと思うので、それを感想文に書いてみると、一気にぐっとかっこいい感想文になるんじゃないかなと思っております。はい。というわけで3つ、感想文のコツを紹介してみたんですけれども、どれもちょっとこう、困った時にやってみるといいんじゃないかというか、感想文の何書いたらいいかわかんないな、ネタがないなって思った時に、ちょっとじゃあ問いかけ作ってみるかとか、文脈で攻めてみるかとか、ちょっとそういう風に使ってみてもらえると嬉しいなと思います。それで世の中の感想文が増えたら私的にはラッキー。感想文読むの好きなので嬉しいなと思っております。はい。というわけで、感想文ぜひ書いてみてください。ありがとうございました。